新藤辰巳のゴミラジオ。テアンデイ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。坂巻さんです。イエーイ。おお、出た。いや、今回はちょっと毒舌っぽくなったら申し訳ないな。まあ、元々毒舌の人っすから、ね、俺もともと毒舌の人だったのか。毒舌で売り出してる人。あ、俺毒舌で売り出してる知らなかった俺。ねえ、あ、そう、癒し系じゃないんですね。毒舌の人ですからね。あの、まあ、あの M1 グランプリの、うん、まあ、いっぱい出てますよね。いっぱい出てますよ。1000組ぐらい出てますか、 M1 グランプリは。どうなんでしょう、今年は結構多いんじゃないですか。で、僕が時々思うことなんですけど、うん、まあ、もちろん1回戦、2回戦、3回戦、準々決勝、準決勝、決勝が、まあ、今の M1 グランプリの予選の勝ち上がり方なんですけど、うんうんうん、多いですね、うんうん、どう見ても3回戦以上いかない芸人の、あの1回戦受かった、うん、2回戦受かった時の、うん、ぬか喜びを考える会っていうの、なんかいやらしいいやらしいタイトルつけたな。ぬか喜びとか言うぬか喜びでしょ。よっしゃーって、いや絶対に3回戦に行かないよってするじゃないですか。どう見てもいないです、そんな人。いや、います。いないです、山ほどいます。みんな2回戦取ったなら全員が決勝に行く可能性が、むしろ落ち込んでほしいよ俺は。ああ、1回戦落ちた、受かったけど、今の実力じゃまあ3が限界かなって思うのが決勝に行く考え方の一個だとは思うんですけど、で思ってる人もいると思います。ああ、もう、で1回戦今まで通ったことなくない人がたまに2回戦も通って、よっしゃっと入ったって言ってるけど、うん、いや君も絶対3は超えないから、ね、なんでそんなこと言うのって人いるじゃん。喜びでいいじゃないの、お前そのお前って言うな、オタク、オタクオタク、その喜びは何の喜びですか、っていうことなんですよ。やっぱこれ2位から3ってちょっとやっぱ嬉しいでしょ。いや嬉しいよ、嬉しいでしょ。嬉しいのは嬉しいんだけど、うん、その上があって、自分はその一番上のとこにどのぐらい遠いかっていうのを考えなければ意味がないはずなんですよ、はいはい、3回意味がないわけですよ、うんうん、いやもう本当に遊びでやってて、いやもう本当記念受験です。私芸人でもありません、うん、普段公務員やってます、うん、僕 M1 ぐらい見るの好きだから出てみました。1回戦僕やった、まあわかります、はい、芸人で売れたいですが決勝行きたい、あ行きたいです、うん、でネタを見て3回戦以上絶対に行かないネタのフォーメーションをやってる人が1回戦2回戦受かった時の喜びは、この喜びは何ってこの喜びはどこのにいいもうどこに標準を合わせてそのお笑い活動をしてる喜びなの。決勝に行きたいんだったらそこで喜んでる場合でもボケ一個多く考えた方がいいんじゃないのっていう、もちろん姿勢の問題なんで別に一個一個受かるのは喜んでいいと思うんですけど、うん、そりゃそうですよ、喜んでいいんですから。でも行かないの本当分かってるって行かないんだよ君はっていう。面白いよ、面白い、一回戦落ちましたら面白いし山ほどいます。ただ決勝に行きたい人が3回戦行かないネタをやってることに対しての自覚がない人って意味分かんないな。まあ、でもそこで勝ち上がるこの喜びっていうのは本当意味わかんないからって思うんだよね。3回決勝に行くだけは目的じゃないですから、うん、あれ M1 っていうのは、うん、準々決勝に行っただけでも人生変わったりしますから、うんね、そうそうです、そこで名前が売れて、うん、だから3回戦ってなると割とまあそれは売れたりはいかないけど、うん、割と業界の人もひょっとしたら見たり、うん、もう配信もされるわけでしょ、うん、だいぶ違うわけですよ。決勝が全てじゃないですか。だからその人たちが、うん、うちらはネタじゃないんで、うん、あの3回戦にまず行って、うん、業界の人に引っかかってそこから面白そうとかこういうのあれなんて、そうですよ、どんぐりイエスなんか3回戦でしょ、うん、そうそう、までしか言ってないけど、うん、割とこうテレビちょっと露出するようになってるんですから、うん、それが M なんですよ。だからそういう戦略でやってればいいです、うん、いや決勝行きたいっすねって言ってる人の話ですよ、はいはい、うちら決勝に行きたいです、はいはい、でいや、まずあのネタは絶対3回戦に行かない作りだってなった時に、ね、だから1回戦2回戦の時によっしゃって、このよっしゃ何って言ってから
よっしゃ何って。そもそも、その作りだっていうのは、俺だってわかんないし。わかんないですから。行かない作りだって言われてもさ。いや、それに自分で気づかないといけない。自分らはせめて。自分らのネタは、ね。だから、マッハなんて1回戦受かっても、喜んでないじゃないですか。絶対決勝行かないから。いや、喜んでますよ。あ、喜んでるのか。喜んでるわ。いや、もう、その、ちょっとしか喜ばないじゃないですか。それは絶対決勝行かないからって、やっぱ、ね、自覚があるからなんでね。まあ、やっぱ、なんか決勝は難しい。いや、難しい。行かないです。何なんだ、こいつは。死んでしまえ。いや、そんな、これ、冗談です。で、見てないから、俺。マッハネタそもそも。だから、これは本当推測で、失礼な話だけど、いや、見たらでもすぐ分かりますよ、でも。はいはい。行くか行かないかは。うん、で、なんかその、順々まで行った時とか、うん、だからあれはやっぱり、うん、俺は3までだと思ったんですよ、うん、リアルな話。でも順々、僕らの話ですか。順々行った時、あ、でも順々行くんだ、はいはい、でも絶対決勝はないわけです、はい、だから、でもそんな喜んで見ないから、まあまあ別にまあまあ、うん、でもすっげえ喜んでるんです、よっしゃーとか、うん、たまに、なんか泣いて喜ぶ人もいるよね、中には。あ、嬉しいとか。まあね、そういう人って、たちの涙は、うん、何の涙なんですかねってのは思うよね。いや、まあまあまあ、だからもう取り組み方によるだからね。そんなに深く考えてないです。とにかくやっぱ嬉しいじゃないですか。なんか予選で受かったっていうのは嬉しいですから。ああ、でもそれだと決勝行かないですよ。でもわからないですよ、いろんな人がいるから。そんなもん行かないですよってしょっちゅう言ってるみたいな雰囲気で、これも一回しか言ってない。本当だよ、うん、本当だよ、うん、だからでもそのぐらいの姿勢やってるのに一回しか行けてないわけですよ。だからもっと低い人はもっと行かないってことでしょ。うん、まあまあまあって俺は思うんですよね、うんうん、まあまあそれだからすごいちゃんと分析して、うん、そういう風にやってる人もいるし、うん、感性で割とバーってやって、うん、結構上に行けちゃってる人だっているわけですから、そこは分かんないです、うん、ああね、そんなみんながみんなコンピューターみたいに考えてやってるわけじゃないと思うんですか。神鳥の山木なんて喜ばないですよ、3回戦。いや、まあまあ、でもまあ、まあ、とりあえず来ましたけど、みたいな。まだ上を目指してるみたいな。でも、よくよく考えて、あいつネタ考えてないから。でも、これがでも正しいのよ。もっと高みを目指すために。普段は1回戦落ちてが、初めて3回戦まで行った。本当はすごく喜びそうなもんだけど、もっと上を目指しているから、そこまで喜ばないって。これ本当は正しい。正しい姿勢だと思ったんだよね。感情を元に出せないタイプなだけなんじゃないの。いや、めちゃくちゃ感情出してるじゃん、あれって。めちゃくちゃ出しちゃった。出すでしょ。出してんじゃん。意外にそういうとこは出せないタイプ、ね、あ、出さないのかな。カッコつけちゃう。あ、それはそれでダメだよ。カッコつけ、でも本当に姿勢が高いから。そういう人も結構いると思うよ。あ、めっちゃ嬉しいけど、カッコつけてる人は結構いるじゃないですか。あ、まあまあ、ここは。当然当然みたいな。俺でも、確か2015年 M1 決勝決まった時に、あの格好つけて喜ばなかったから。格好やった、うん、めっちゃ嬉しかったでしょ。あはは、みたいな。首でやっちゃうっしょ。まあまあ、取るっしょ、みたいな感じの。行くっしょ。行くっしょ。めちゃめちゃ嬉しいわけでしょ、内心は。めちゃくちゃ。こんな、こんなやりたい。ちっちゃい心臓が、こんなやりたい。ストブとしてるのに。当たり前みたいな顔してるからね。タイムボカンシリーズみたいになっちゃってるわけでしょ。決勝行ったら喜んでいいのかな。決勝が目標だから。俺に。まあ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 、決勝が目標の時に1、2回戦で受かって喜んでる場合ではないという。まあね、もちろん落ちたら悔しいのは分かる、まあね、だから受かったらその嬉しいのも分かる。ただそこを抑えて次に目指さないといけないですからね。まだ M1 に関してはそうですね、やっぱもう、うん、とにかく上の段階まで行きたいってことですね、うんうん、だから決勝っていうのはだってあんたそんなね、うん、そんないけるんじゃないですか。あとその別にさ、うん、じゃあ そこまでネタがもう完成してないのに、うん、いや決勝行きたいって言っても、うんうんうん、じゃあもっと頑張りなさいよっていうのもあるしね、うんうん、気持ちだけ言ってるみたいなもんもあるから、ね、でもなんかあんま言うわけにいかないじゃないですか。なんかいや決勝行けませんよってなんか、うんうん、言うわけにもいかないから、そうだよね。例えばいい、まあ、いやでもそれを言うことによって現実的に、まあまあ、じゃあどうやって頑張ったら決勝に行けるのかっていう自分で自己分析しないといけないのかなっていうのは思うよね。インタビューとかされるじゃないですか、うん、された時にさ、どこを今年はどこを目指してって、うん、やっぱあれなんか決勝行くって言う気はないじゃないですか。でそれを使いたいんだよ。あんた言わなそうですけど。言わないよ。今年は2ですとか言ってるタイプでしょ。そうだよ。やっぱでもそれはやっぱり2を超えたら自分の中で終わってますよ。まあまあ、うん、いけて順々かなとか神様が決めてるからもう2が落ちるってとか。ただ俺は手を抜かない、うん、なるほどね。まあまあいいんですけど。だからその呪縛がだから解けた時にはもう大喜びするかもしれないね。予選決勝と同じだから
俺もね。俺、うちらがバカなんだから今年3に行ったのも決勝行ったのと同じだから。そうね。ある意味。それ何回も言っとこう、それは、うん。今年2で落ちることになってんだなってんだこれが受かったら、受かっこう、バンクロスだからもう。バンクロスだよ。すごい。だ世の中が変わるわけだよ。そう、変わる。未来が変わってんだそう。俺、タイムマシンで未来見てきたら 2落ちたから。落ちてた。落ちてた。落ちてた。だからこれはもう揺らがざるを得ないんだよ。そうそうそう。偉い時代ですよ。で、3行ったらもう、これ未来が変わっていくわけですよ。そうそう。状況変わるわけですよ。そうすごいですよ、俺。バッハも売れてなかった、未来のタイム。売れてなかった。うるせえな。俺が3行ったら売れるかもしれない。あ、そっか。未来変わるか。変えてくれ。だから俺、変えてお前らは売れる。売ってねえよ、ほいよ、ほいよ。そこはちゃんと喋って。ほいや、売ってやるよ。売ってやるよ。売って。未来を変えてやるよ。この後、バッハ売れないから。なんでそんな言い方するの？まあいいけど。まあいいけど。早いな、切り替え。切り替え早いな。それは、まあ、うん、お互いに3。お互いの未来をちょっと変えないと。変えるために3に行きましょう。うん、3に行って。ここの3はでかいですよ。でかい。未来を変える3回戦。そう。未来全てが普通の2回戦じゃないですよ、今年は。じゃあ。そう。そうなんただもんじゃない2回戦じゃないよね。ただの2回戦と思わないでください。プレッシャーで逃げるかもしれないよ。何組いるか知らないですけど、2回戦伝って、まあ、500組ぐらいいるんですかね。いいのかな、もっといいのかな、わかんないけど。300組。うん。そうですよ。いや、1000組はいるでしょ。1000はいないだろ。1000ぐらいいるでしょ。だって4000の中であんた。だって大体3分の1ぐらい受かるんだから。いや、そんな受かってへんって。見たら。今年落ちてるね。あ、そんな、見たらそんな受かってない。今年多めに落ちてるね、なんか。うん、ちょっともう。どうしたの ?2 回戦でそんな受けさすのめんどくさいんじゃない？あ、そうなのあんなに残す必要ないんじゃねえかなって思い出しちゃったんじゃない。ああなるほどね。2回戦お客さんもそこまで入んないし入んないし3からだからね。もう3を想定してってことはじゃあ2から結構多く受かるかもしれないね。分かんないけどその理屈で言ったらね理屈で言ったらね、うん、でも3はだって速乾になるわけだからやっぱ同じ数出すとこでしょおそらくだけど、はいはい、まあまあまあね。でギャオの配信とかもねまたありますから、はい、でそこからの利益もあるでしょう。結構な利益でそうだよね。あんだけの数が、うん、動画配信。いやーそうです。YouTube で言うと結構儲かるもんね、多分ね。でもなんか M1 のアカウントみたいな、うん、あんまりいないですね。登録者数がまだ。うんうんうん、なんかまあこっからそういうの配信してたら。でも見る人は多いですね。配信してたらもっと増えてるかもしれないけど。うん。うん、まあね。まあそうですね。そうでございます、ね。未来を変えるために。はい、そうですね。まあ、ね。まあ、結果だから俺は2回戦受かったら結果大喜びすることになってしまいますけど、はい、最初喜んでる人おかしいっていうのはなんかちょっと真逆になってしまうところはちょっとあります、はい、まあ事情が違うからちょっと事情違う、はい、この神が決めてるんだからそう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 。だからその決勝に行く志とかはいやもちろん優勝する志取り組んだ上で多分2で落ちるんですよ2で落ちるって優勝を取りに行って2で落ちるんです今年は今年はじゃないから残念ですけど、はい、でも俺はへこたれないです、はい、そんなんで負けてらんないです変えましょう、ね、未来なんて変えていくもんです。そうです。未来を変えるもんです、はい、未来なんて実はないんですか。ないない。そう今しかない。そう今が今が最先端の未来です。はいはい。だから全て変わっていくいいこと言いましたね。そう、うん、それはもうちょ人間が娯楽として喜ぶために未来という設定がありうるせえな、ね、宇宙人という設定がありはいはい、霊という設定があるだけの話。そういうのがあるとよりその人生が厚みを増すという意味の演出であるだけだって。締めましょう。じゃあ霊面ちょっともう本当わかんないですわ。霊面なんて締めましょう。落ちますよ本当にだから、ね、落ちるんだ2回で落ちんだって。落ちますよ。落ちる落ちるのね。決まってるのね。決まってる。逆に受かったら怒りに来る。ちょっと待ってあれ落ちてるでしょ。いつまで何回すんのこの話2回戦で落ちる話やばい怖いから。怖いからね。言っとかないと口に出すとこ。そうそうそう、はい、溜め込めらんない怖すぎて。はい、うん、取り組みましょう。ございました。新藤達の神谷城でした、はい。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。